めはめはもうこの国は終わりだよ。ああ、日本経済、円安、少子高齢化、特に円安は一昔前だったら120円、1ドル120円、今となれば160円突破している。円安、ウォン安、ユーロ安、円の価値がどんどん下がっていく。みんな、海外移住だ。とは言ったものの、大体の日本人はコミュニケーション能力というかコミュ障の人が多い傾向である。しかもかつ英語が喋れないという方が割合多くいらっしゃるということで、海外移住というのはね、とてもベリー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 ハード、そうベリーハード。そう、悲観的になるなってね、楽観的に考えろと言うんだけど、この1億2000万人の日本は今の経済では支えきれない。少子高齢化が進んでいる。特に東京は出生率 0.99 人で、多分47都道府県すべてね、合算して平均値を出したら多分 1.2 人及ばないんじゃないかぐらいね、あの少子高齢化が進んでいるんだね。はいはいはい、この野郎、ふざけんなよマジで。少子高齢化、団塊ジュニア世代め、鹿の子の子の子こしたんたん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 。鹿の子の子のココスタンタン、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 鹿の子の子の。
キンキンに冷えてやがる。やはり3日ぶりのお酒はうまいな。ご無沙汰だよ、本当に。ところで俺は何の動画を撮っているんだ。全く意味がわかりません。